たとえ今は会えなくても距離を超えて空間を超えて心はつながれる。どんな試練が来ようとも一緒に涙し励まし合える宝の絆がある。ネットの向こうのみんなをつないで歌を作ろう。4月10日歌作りの過程を共有する中で世界の友と一緒に楽曲を作る青年部初の参加型プロジェクト、うたつくが始まった。歌に込めるみんなの思いを集めよう。全国全世界から1万件を超える投稿、思いが重なり合った。出来たてのメロディーをみんなで奏でた。みんなで歌った。みんなで踊った。音楽でつながった1ヶ月、今日5月3日新しい歌が完成した。先生は綴っている。新しき歌は新しき世代を鼓舞し新しき時代を開く力となるのだ。歌は暗夜を破る勇気の雷となる。そして荘厳なる旭日を我が胸中に昇らせゆく希望のファンファーレとなる。希望の歌をみんなで歌おう。あの曇り空の向こうにはいつだって太陽が笑っている。今私たちの歌声が
世界を一つにつなぐ未来の地図へ、希望の一歩を踏み出そう。